はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら野望申請やってくっしょー。さあ、前回もこちら引き続き北条攻めでございます。で、北条との大きな合戦に勝利しまして、で、滝山城、玉縄城、小机城を取ることができましたね。で、三崎城もですね。で、こちら佐竹家から奪った府中城を夕日家に取られてしまったので、なんとか取り返したいですね。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。では今回はこちら韮山城から攻めていきましょうか。まあこれだけの兵数いればいけるでしょう。いきまーす。はい、いってらっしゃい。で、武田もちょっと怖いけど、で、韮山城大規模な徴兵ですね。了解。さあ、いけいけ。さあ、韮山は絶対落とすんだ。よろしいですか。でー、これ嫌で予感するわー。今川義元殿が面会を求めて来訪しました。この度は私イメージで北条家と戦矛を収めてもらえんかも。やだ、もうふざけんなよ。なんでお前が決めるんだ。私に決定権はないのか。もう最悪やわ。みんな帰って、いや、この分の兵糧負担してほしいけどな。うわ、最悪だわ。帰ろ。もうバカバカしい。クソバカバカしいわ、もう。だが、しかしですね、それは結城家を攻める絶好の機会でもあるんですよね。じゃあ、そうですね、これで行ってみましょうか。さあ、織田城を攻めます。互角の戦いです。行きましょう。さあ、勝負だ。どうする、どうする。で、向こうの部隊は1、2、3、4、5、6、いやー、6部隊か。これじゃあ威風中は発生しないね。まあしょうがねえ、しょうがねえ。いや、絶対勇気許さねえ。私はね、そう誓っている。お前らはね、もう完膚なきまでに潰す。で、府中城もできれば落としたいですよね。まあ、ちょっと欲張りかな。で、こちら、今川家の受刑様がお見えでござる。何しに来た。この野郎。お前のせいで北条追撃できなかったじゃねえか。まあ、とりあえず神殿を受けておこう。あー、で、港建設、いいですね。よし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 。早めにね、制作の海上輸送をね、やりたいんですけど、ちょっと進展ができません。了解。とりあえず、あーで、はい、朝廷よりご使者が参られました。また来たんだ。わかったわかった。金持ってけ。うん。はい、わかったわかった。うん。もうゆっくりしてってね。で、今川家との同盟が期限切れになります。もうもう今川との同盟切れてから北条を攻めればよかったわ。それで進める。で、これで一旦じゃあ、今川家との進展は中止。まあ、もちろん再開するけどね。なので、これで、港建設やって、はい、OK、よしよしよし、これでいけるな。はい、いってらっしゃい。さあ、では合戦やっていきましょうか。はい、シダの戦いというもそうでございます。里見義隆 VS 結城正勝、いきましょう。もう結城正勝、絶対許さない。お前はね、ケチョンケチョンに乗せてあげるからね、確保しておいで。さあ、戦力を拮抗しています。了解。いや、結構しんどそうな戦いやな。で、出陣部隊もちょっと、まあ、限定したいけど、そういうわけにもいかない。さあ、行きましょう。勝負だ。はい、はい、選手ピー、行きましょう。もうちょっと兵戻ってから、勇気攻めればよかったかもしれないけど、それは後の祭り。で、じゃあ、水軍ね。はい。まあ、向こうも言うて、国衆がメインだから、なんとかなるとは思う。素晴らしい。さあ、交代していきながら攻めていきたいですね。で、向こうには5000と4900の部隊があるから、これをなんとか里見義隆で防いでもらうっていう感じですか。まあ一旦守り守り勝つ戦。じゃあこちらさあ、頑張れ頑張れ。で、いったよし、コブは取った。これはでかい。コブは取ったからね。で、そこ取った。オッケー、ナイス。で、こうやな。はい、コブを取れば粘れるね。オッケー。で、一番やりは時ためのためよりね。はい、で、こうやな。さあ、どうする。あー、やめてやめて。痛い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 。で、一旦こうするか。オッケー。で、来たー。はい、コブもうちょっとためるか。まあ、ぶつかったばっかだもんね。よし、こっちの空襲撃か。オッケー、ナイス。で、もうちょっと温めるか。じゃあ、こうするわ。
で、国主はじゃあこっち、はい、で、まあまあ、そっちは任せる。この辺からやってみるか。 OK、 はい、じゃあ、はい、こぶーこぶー、えい、抜け取れやんけ。どうやって抜けたお前すんごい不気味な抜け方した。くそ、じゃあこすか。どうやって抜けたの変なので、めっちゃやられてる。くそー、まずいまずいまずい、なんてことよ。まずいです、それは非常にまずいです。こうやな。ここで使うべきものよ。で、こっちはこうする、はい、で、トッキーはこっち、はい、蹴散らしてくれ。さあ、頑張れ頑張れ、粘ってくれ、頑張れ頑張れ。さあ、こぶ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 で耐えるんだ。ゲッ、で、混乱もあるから、これもうまく使っていきたいね。次はどのように、はい、頑張れ、粘れるはず。今ここで使うべきものよ。で、こっちも混乱してる。お前も混乱持ちか。で、OK、で、こっちも混乱させるわ、おら。我が先方に手を押し通る。で、こっちの国襲撃か、OK。わかった。いや、きついね。いかがしましょう。はい、できた、コブ、コブ来た、はい。OK、よし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 。で、はいはいはい。敵を蹴散らすぞ。で、大丈夫？で、こっちに来たのは、上代か。いかがしましょう。で、こう。はい、いざ進め。で、そっちは無理か。まあ、無理だよな。オッケー、我が武略を持って、あーとねー、大丈夫かい、大丈夫かい。で、こっちはなんとか。で、こうして、いや、きっつい戦いだね。で、やられたー。不甲斐なし。耐えろ耐えろ耐えろ、耐えればなんとかなる。きたー、コブー、コブきたー、頼むぞー。で、こっちもなんとか耐えてるから、いや、頑張ってほしいな。で、こっち、よし、撃破ナイス。600。こっち来て。ちょっと背面こいつ潰そう。で、こう。こっちは大丈夫なはず。多分ね。いや、挟まれてる。挟まれないように。よーぎょーぎょー、そんな感じ、そんな感じ。オッケー。ちょっと、時ためよりは大事に使っておこう。で、こう、はい、オッケー。さあ、大丈夫大丈夫、オッケー、よし、お山、ハルトモ撃破、オッケー、ナイス。で、こうやな、おい、さあどうする。いや、両方こなせる、まずい、それまずすぎる。で、こうやな、こいつ挟む。いかがしましょう。オッケーオッケー。で、これ混乱出せるでしょ。オッケー、よし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 、あー、できちゃった。オッケー撃破、オッケーなれ、ヒゲゲゲゲ、殺されるぞ、殺されちゃうよ。なんかすんげー走ってるもん、向こう。はい、よし、で、こなく、オッケー、ナイス。オッケーオッケー、でかいでかい。あー、痛い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 。コブで、こうやな。あ、で、こなさせる、ナイス、いいよ。で、今度は、こっち、はい、で、これでこのままこっち行って、はい、いけるいけるいける、削れ削れ、オッケー、ナイス、よし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 。これ勝てばね、ユウケ相当弱体化する。ここでこの軍一応兵数的には今のところ勝ってるね。オッケーオッケー、ナイス。で、吉田が急いで、ちょっとね、きついわ、こっちと、トキさんがやばい。トキさん、トキさん、こっち、オッケー、こっちの軍襲撃、あ、でかい、痛い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 。下がれ、逃げろ逃げろ逃げろ。で、一旦里見したか、こっちで、コブで休憩させてから、こっち、水谷を防がせる。オッケー、いいよ。オッケー、で、こうやな、で、こうです、はい。で、もうすぐ軒口壊せる。いや、全然もうすぐじゃない、まだちょっとかかるわ。オッケー、そこ取った、ナイス、でかい。で、今度こっち、はい、で、こっち挟む、はい、こっち、はい。で、まだ軒口壊せない、オッケー、勝機ですぞ。で、もうすぐで混乱打てるよ。 ここぞ。これで混乱出させて、一旦ちょっとこっち待機やわ。で、できるだけ削ろう、その方が後々楽になるはず。いけいけ、オッケー、で、一旦こぶな、はい、よし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 。
さあ、で、そこの陣も取って OK。よし。さらに攻めやすくなりまして。で、こっち。はい、行こう。逆にこっち、行かせて、混乱出させてもいいかも。よし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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。OK! よし。さあ、水谷正村撃破。で、これで終わるやろ。終わり。ナイス。勇気ざまみろ。で、誰か落ちとっちゃったら大丈夫、それ。気をつけて。そんなこと私は望んではおらん。オッケー、ナイス。よし。で、ここで威風弱が発生する。で、敵将爆。あ、はいはい。で、この方ね、どうよ。古代よね。はい、押してあげて。さあ、で、これで、威風弱が発生する。いやー、これがなー、あと一部隊いればなー。威風中になって拠点が取れたんだけど。あ、しょうがない、しょうがない。まあ、攻めやすくはなったよね。オッケーオッケー。よし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 。ただね、あの気がかりなのがね、こちら佐竹家がね、府中城に向けて進軍してるんだよね。まあ、なのでこっちの部隊は府中城を攻めて、他の部隊でじゃあこっち小田城を攻めるか。よし、 OK。 で、そういえばこちら武田と同盟が結べるんですよね。まあ領土も接したからね、今のうちにじゃあ同盟結んでおこう。いつ攻めてくるかわからねえからな、こいつ。さあ行きましょう。で、早めに港建設して、今川家との親善を再開したいところです。さあ行きましょう。よ。で、北条が結城家攻めるの？それずるいよ。いや、ずるい奴らだな。さあ、府中城急いで攻めよう。で、佐竹家とちょっとぶつかるかもしんないけど、まあそこは合戦でなんとかなるわ。さあ、で、こちら、小田城落としました。ナイス。オッケー。で、聞かせて、あ、ダメだ、ダメだ。待って、ちょっと待って。キスってならんことがある。こっち、今ね、佐竹家が府中城を攻めてんだ。最悪。いや、最悪だな、それ。なんて最悪な。いや、待って。まあ、一旦、じゃあ、府中城諦めよう。いや、こっち、結城城落とせるか？敵の城を奪ってくれる。いや、無理だな。一旦ちょっと諦めよう。ちくしょうちくしょうめー。で、このタイミングで結城城を攻めるか。オッケー、よし。で、おそらく結城城を落とす頃には、古賀尾城と府中城は落ちてるので、なので結城家は取り込めるはず。オッケー、頑張れ。で、先導か。いやー、先導してもいんねえや。いやー、マジ兵糧足りねー。で、北条と停戦2ヶ月、それがあったね。忘れてたわ。もう忙しすぎるよ。助けて。で、じゃあ、里見義隆は、じゃあ、こう行こう。はい。いや、でも無理か。それだと腰強度足りねえのか。いやー、ちょっとまずいな。大丈夫それ。いや、きつそう。いや、頑張ってほしい。頑張れ、頑張れ。で、まあ、里見をしたか、じゃあ、こう行こう、こう行こう。で、これでいける、どう？ちょっとルートを増やそう。で、こっち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 。で、こっちの国主も、じゃあ、こっち、こっち、こっち。で、小二町、小二町、OK、わかった。今度は、こっち、小二町作ってもらって、もう一個作れない？任せられる武将がいないんだよね。いる。よしよしよし、オッケーオッケー。よし。早速始めまする。で、制作、こちらで、はい。海上輸送発令です。兵糧収入アップ。オッケー、頼んだよ。さあ、で、結城城到着。今、張り付いてるよ。大丈夫？いや、腰兵糧きつそう。頑張れ、頑張れ。北条と停戦、危険切れ。まずいね。非常にまずし。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。で、今、北条は、これは、長野家と戦ってんのかな？なんか小競り合いしてるね。さあ、頑張れ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 。で、小二町建設、OK。あだ口押しや。何？なかった？小二町、小二町。さあ、小二町を作りまくれ。あと、今川と神殿もやっていかないといけないね。あと、武田もね。こう。で、武田、じゃあ、神殿お願いします。オッケー、よし。ではかかるとしよう。さあ、いってらっしゃい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと、あとちょっと。あとちょっと。で、多分撃って出てくると思うから、それを合戦で倒す。
はい、頂点よりご下が参られました。オッケーオッケー。で、これで多分簡易がもらえるはずよね。オッケー、よし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 。こんだけ金あげてるんだからね、ありがとうございます。で、出てきたか。まあ兵数もそんなにいないので、まあ合戦ですぐ倒しちゃいましょう。はい、行きましょう。さあ、時短時短時短。やばい、北条が攻めてくる。いや、案外余裕ないな。さあ、行きましょう。はい、回戦出ピー、行きましょう。で、こうで、47個で、こうやな、OK。で、あとはこの辺と、この辺取ってもらって、で、こうやな、はい、忙しいね。で、勇気まさかどう動く。いや、高台のとこには来んか、さすがに。さあ、どうでしょうかね。来る来る、来て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 、来ない、来ない、来ないんかい。分かった、じゃあこうする。さあ、どうする。で、とりあえず軒口のところで挙撃するか。 OKオッケー、軒口で攻撃に行った、ナイス、オッケー、よし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 、いいですよ。あー、よかった。まあこれで、ね、勇気系落ちるでしょう。いや、腰兵糧がマジでね、この状態で北条に攻められたらやばいな。さあ、で、はい、勇気城落ちました、オッケー。ということは、ということは、はい、勇気を滅亡させました。パチパチ、やったー。で、この方たちを全員投与。で、まあ、来ない人は、まあ、来なくていいです。はい。あ、でも、よし、侍大将2人増えた。ナイス、これはでかい。オッケーオッケー、助かる。さあ、ということで、今回はここまでしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ベテでした。さよならー。